負荷量可変式エルゴメーターテラスエルゴ2。低負荷タイプと高負荷タイプの2タイプがあります。ダイヤルを回せば7段階の負荷調整ができます。固定補助板の取り付け方法。付属のマジックテープを貼り付けた面を上側にし、固定補助板をベッドの足元側に置きます。短い方のベルトのマジックテープ面を外側とし、金具を持ち上げた状態でベッドの柵置きの穴に通す、もしくは巻きつけて固定します。左右両側とも同様に固定します。隙間ができないようしっかり固定してください。長い方のベルトのベルト止めがついている面を表面にし、上から固定補助板の1の穴に通します。ベッドの柵置きに固定したベルトの金具に通します。下から固定補助板の2の穴に通し、ベルト止めを通してベルトを引っ張り固定します。左右両側とも同様に固定します。最後に固定補助板がベッドにしっかり固定されているかを確認してください。テラスエルゴ2の裏側に付属のマジックテープを貼り付け、固定補助板のマジックテープ位置に合わせ固定します。使用する前は補助バンドにかかとを固定し、最後にベルトをしっかり固定します。在上司でもご利用可能です。ベッドへの上げ下ろしを考えたコンパクト設計です。安心安全な運動を。テラスエルゴ2。